はいみなさんこんにちはことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2024年の7月の9日です。今回お伝えするのはトランプさんの SNS からとそしてまた会の民主党が恐ろしい動きを起こし出しています。そのことについてのお話ニュースとそして今映っております通りプーチン大統領関連の話題をご紹介したいと思います。まずは トランプさんです今回の討論会関連のものですいろんなメディアの論評を紹介していますポリティコ梅田は終わりだ猛烈に反トランプ派となったドラッジレポートは次のような見出しを掲げていました作戦梅田を交代せよ民主党は残り130日で大慌て討論会第3次次 CNN のバン・ジョーンズ 彼は全くうまくいかなかった。この党には前進する別の方法を見つける時間がある。ケーブルニュースで最も梅田を指示、反虎派の MSNBC のジョイ・リードは次のように語った。私の電話はずっと鳴りやまなかった。ミナの反応はパニックに近いものだった。リーがアポマトックスで降伏して以来民主党にとって最悪の4日間だ。 匿名の民主党員テイラー・パドウィッチ結局、虎親分はこれまでで最も規律正しく、賢く、そして圧倒的に正確な討論会のパフォーマンスを見せました。木曜日のステージで梅田の代わりに立って、ラ氏に匹敵できる民主党員は控えてはいません。だから民主党がどちらを選んでも負けるという選択をしても、11月に最終的に決定的となるのは、 繁栄とアメリカの偉大さを訴える戸田氏のメッセージだ。というさまざまな反応を紹介しているのが、今日のトランプ大統領の。S. N. S. です。そして、下院民主党です。私もこれを見た時、ちょっと、あのぶったまけたって感じだったんですが、こちらですね。スクープ、下院民主党指導部は。 来週採決される予定の連邦不代入れで不代入れするために、米国市民権の証明を義務付ける共和党の法案に対抗するために強力な武器を投入しているとアクシオスが入手しました。という記事です。民主党の人たちの顔つきってだいたいこんな顔つきですよね。私はちょっと共感はできないような顔つきの方が本当に多いです。はい。 そしてその動きに対してマイク・ジョンソン会員議長このように言ってます。なぜ民主党は普代入れでアメリカ国民だけが普代入れできるようにすることにこれほど強く反対するのでしょうか彼らは不法移民を普代入れ資格者に変えたいのです。これを防ぐためにセーブ法案を可決しなければなりません。と X に投稿しております。 なんか笑うしかないですよねアメリカ大丈夫かなと思いますねまあここまであからさまにやるんだっていう感じですねはいそして関連するわけではないんですがちょっとこれね気になったのでお伝えしますマクレガー大佐とあのタッカカルソンさんの会話なんですがその中で引用されている方がいましたのでちょっとご紹介しますね タッカー・カールソンさんとダグラス・マクレガー大佐とのインタビュー。アメリカ国民は社会保障で月額1400ドルを受け取る。運が良ければ国境に流れ込む亡命希望者や不法移民とされる人々には2200ドルを支給する。一生働いてから社会保障を受けようとする人は、運が良ければおそらく毎月1400ドルの支払いを期待できます。1400ドルです。 テキサスやその他の国境に流れ込む亡命希望者や不法移民とされる人全員に私たちは手渡しています彼らがそこに到着すると2200ドルを渡しそれ以降は毎月2200ドルの食生活を送ってもらいますしかし一生働いて退職し社会保障を受けようとする人は1400ドルしかもらえませんとマクレガー大佐はおっしゃっております なんか日本と同じような状況にねアメリカもあるんだなと思いますはい続きましてプーチン大統領関連の話題をお伝えしますまずハンガリーのオルバン大統領モスクワでプーチンと会談というニュースです ハンガリーのビクトル・オルバン首相は今週初めにウノ国の Z 大統領と会談した後、金曜日にモスクワを訪れプーチン大統領と会談しました。交戦中の両陣へと交渉できる国の数は減少していますとオルバン氏は語りました。 ハンガリーは徐々にヨーロッパで誰とでも話せる唯一の国になりつつあります。オルバン氏は過去2年間続いている血生臭い戦を終わらせる可能性のある、ロの国とウの国の外交関係を樹立したいという希望を明らかにしています。ロの国の うの国に進から数週間後の2022年4月にオーストリアのカール・ネハンマー首相がモスクワを訪問して以来、オルパン氏はモスクワを訪問した初の西側首脳となりました。NATO と EU の 首相らはオルバン氏のロノ国訪問に激怒し、1938年にネビル・チェンバレン首相がミュンヘンを訪問した際の我々の時代の平和を保障したにもかかわらず、第二次世界大戦を阻止できなかったことを明らかに念頭に優和政策を取っていると非難しました。またホワイトハウス報道官はオルバン首相がモスクワ訪問を選択したことを懸念している これは平和の大義を前進させるものではなく、宇野国の主権、領土保全、独立の促進に逆効果だ、とホワイトハウス報道官は述べました。それに対してオルバン氏は、プーチン氏と会談した後、批判者たちに反撃しました。ブリュッセルの快適なアームチェアで和平を築くことはできない、と。という内容です。そして、 オルバンさん頑張ってらっしゃいますが、その数日前ですね、実はその数日前にプーチン大統領はトランプ大統領の宇野国の戦停止提案を支持するという発言もされているんですよね。こちらの記事もあったと思いますのでご紹介します。これです。プーチン大統領宇野国の戦阻止に向けた虎親分の計画を支持。7月4日の記事です。 ロシアのウラジミール・プーチン大統領は水曜日にカザフスタンで2日間にわたって開催された上海協力機構 SCO 首脳会議で、米国大統領選の最有力候補、トラシのうの国戦停止提案に言及しました。こちら動画も貼られています。プーチン大統領はイベントで記者団に対し、 大統領候補のトラ氏が、宇野国の戦を終わらせる用意があり、終わらせたいと言っているという事実を、我々は非常に真剣に受け止めている。彼が具体的にどのようにそれを実行するのか、私はまだ聞いてはいません。それが重要な問題ですが、彼がそれを誠実に言っていることに疑いはなく、我々はそれを支持します。と述べました。トラ親分は人々が死ぬのを止めるために、 うの国とろの国の戦をできるだけ早く解決することを一貫して支持してきました。とあります。はい。オルバン首相にプーチン大統領。なんか少しね、希望があるなって思ってしまうのは私だけではないと思います。はい。そしてこれに関連して、先日、ウノ国のジャーナリストさんのメッセージを教えてくださったロシア在住さんですね。この方も、 かなり的確な情報をくださっていて、この方の投稿も読むことで視野が少し広がるような気がしておりますので、皆さんも X やられてるようであればぜひフォローしてみてください。ちょっと読みますね。ハンガリーのオルバン首相がキエフに続きモスクワを訪問しました。オルバン首相は特別軍事作戦開始後に初めてプー大統領と直接会談を行った EU 加盟国の国家元首です。 これも世界が戦屋の排除に動き出したシグナルですね。ハンガリーは EU の加盟国ですが独自のハングロ政策のため、これまで散々 EU 上層部から制裁や罰金を課せられてきました。今回のオルバン首相のモスクは電撃訪問で EU 上層部は相当慌てたようです。ボレル EU 上級代表は、 欧州理事会はこの任務を託していないと EU の関与を否定し、エストニアのカラス首相、ボレルの公認は、オルバン首相は EU の立場を代弁していない。彼はハンガリーが EU 議長団であることを利用して混乱を招いている。EU は宇野国支持その国の侵略反対で団結していると白々しく弁明。宇野国の外務省は、そんな話は聞いていないとすっかり出し抜かれた様子です。 これに対しハンガリーの外相は、このような批判に同じることはないと、自国には主権があることを強調した上で、戦争を推し進めるヨーロッパの政治家とヨーロッパの一般住民を区別する必要があると述べ、e、EU 上層部は戦屋であるとの立場を明確にしました。さらにオルバン首相がイニシアティブを取る和平ミッションの今後の統制につき、君たちベルトをしっかり締めておこうかと忠告しました。 うんぬんとあります暗い中でも明るいものが少し感じられるようなニュースですはい以上今回はここまでですいつも最後まで聞いてくださってありがとうございますそれではまた